はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきましょう。おはよう。きちんと栄養は取ったかい？一緒に頑張りましょうね。満たした。商売も戦闘も度胸が必要。あと何日だ？おはよう。いい汗かいたわ。よくできました。土産がある。すごいわ。では見てみましょう。みんなの話はどれも興味深い。世界は広い。あのね、実はうわーい、ありがとう、助かったよ。ニューゲーム、ユン。クエストレベル49なんで50まであとちょっとですね。もうちょうど2日だ。これ全部 いけんじゃないの？喋るの久しぶりすぎて声が。ということで後日談。結束バンドでギターとボーカルやってる北です。後日談は何ももらえなかったはず。うん、ちょっと、あ、はい、うんうん、そうですね。
異世界って面白いことがいっぱいね。ですよね。結束バンドでギターとボーカルやってる北です。怖い。そういえば、Twitter とかイソスタでバンドの広報もしてるの。最後かな。もう。
くも。ねえねえ、うん、ありがとう。いいですね。行きましょう。よかった。行ってみよう。これはまだあんのかな、ないのか。結束バンドでギターとボーカルやってる北です。ね、後藤一人です。戦えるね。何枚持ってんだろう。倍ぐらい持ってたような。青、青だね。弱点がないのは青だってことで、青でいきましょう。やられてもいいです、この関しては。よし、一個だけですね。これは時間かかりそうね。対ボッチザロック。ダメだ。これで行くわ。あんま無茶すんなよ。マジか。痛くない。問題は緑。これならきっと。マジか。なんだ。覚悟もできてるんでしょうね。みんなで頑張ろう。マジか。ここはどっかにいない。私が力になれば。怖くない。竜巻攻撃。やば。自分で何とかしながら。せーの、せっていくわよ。言ったろ、守る。これリカバリー。よし、行くわよ。ぼーっとしないよ。オッケー。行った。行けないのかよ。目と目のような顔してやがる。強めのやつ。うわ、怪物起こしちゃったよ。相川さん、ありがとう。じゃあ相川の美味しい水だ。あら、しっかりしなさい。よく戻った。このままじゃダメ。私の生徒に近寄らないで。えい。痛くない。えい。うまく一体倒した。日焼け止めはちゃんと塗った。あんま無茶すんなよ。
やっぱりこうなるのね。行くわよ。ほら、この子大丈夫だよ。もう。前食べちゃったらスピードアップした。スピードアップは大事ですからね。攻撃回数を増えるし、せい、マジか、どう、彼女は絶対外しちゃダメ。勝利を狙うよ。全力を出してこう。ミスだ。せい。うそ。負けるもんですか。惜しかった。みんな、私に続いて。緊急事態ね。私が何とかするわ。どう？やばい、もう立てない。ここからが本番よ。敵、たまには緩くないやつ、行ってみるか。醍醐味。おお、スピードアップだ。ちょっと危なかった。何かやられてしまった。には全力で行くわよ。喋るの久しぶりすぎて、もう一つ行きましょう。リアリストたちを見ない。世界を良きものにするという思いは今も変わっていないよ。心休まる日が来るなんて思いもしなかった。どうだい？ちょっといいかしら。了解。お礼なんて言わないわ。いいじゃん、いいじゃん。そうですの。ああ。いいかい？どうだ？うはそうね。良いですわね。いい。うん。はい！そうだね。ええ。うんうん。ですわね。心休まる日が来るなんて思いもしなかった。
ねえ。うん。嬉しい。いかにも。思うに。素晴らしい。はい。ご安心を。はあ。皆様のご無事をお祈りしています。ありがとう。ああふふ諦めずにやり続けるんだ。はい。そうよ。ヤンデレ。トタカビシャ。そうだよ。そうです。よかった。いいですね。お任せください。まったく。ありがとう。ありがとうなの。晴天に希望はある。世界は変わっていける。少しずつ。それでもいい方向に。ん？ああ。要は。しかし、はっきりと感じる。もう一度信じてみよう。心休まる日が来るなんて思いもしなかった。まあ、ええ、お、セサミ、うん、ハイプリス様、ここは私が、おい、ふん、はいはい。ははははあ、もう。そうね。それでいい。うん。うんうん。そうだね。皆様のご無事を。お祈りしています。うん。
ああ。ありがとう。何よ。きっと世界は変わっていける。世界は変わっていける。少しずつ。それでもいい方向に。私の罪は全て私の心に刻んでおこう。刻んでおこうって、この程度の障害超えられなくてどうする。いくつあるんだ、この程度の障害。さあ、これはちょっと考えどころです。こういう場合は、もう一度ちょっと編成を見て強いメンバー作るしかないからね。まあ、結局アルシーブなんですよね。アルシーブ最強。3回も使えるか。よし、みんな頑張っていこうか。剣を取れ、戦いの時だ。みんな今だよ。さあ、よーく見とけ。私が援護するぞ。私が決めちゃってもいいかな。最初はこれですね、デバフ。こいつで決まりだ。まだ耐えられるぞ。ダメージ与えないな。私が決めちゃってもいいかな。私が援護するぞ。なんという力だ。なんという力だ。本当だ。さあ、よーく見とけ。なかなか手強そうだな。いけるか？みんなで頑張ろう。この程度。死んだ。早い。あとは任せる。ダメだ。死なせないぞ。全員でやるやつがある。君を料理しちゃうよ。見くびられたものだ。私は自分の仕事を全うするだけだ。一回では無理かもな。はにゃ。お前ら一旦落ち着くか死ぬか選べ。次は負けないだからね。我々の出番が来た。いざ。ゆず待て。よし、それならジャンプさ。平気だった。で、攻撃、物理攻撃はショーダウン。援護する。よっと。やばい。死ぬ。一回では無理だな。はい、使っとこう。我々の出番が来た。いざ。ゆず待て。光あるところ闇は闇まかり。光現れこの手で。ルナティックミーティア。すごいな。全てはソラ様のために。サマーセン。おっと、やめだ。嘘、あと頼む。よっかよくしやがんだこれ。一応無理です。なかなかやるね。かっこつかねえな。ノーはまずったな。ごめん。初手以内倒さないとダメなのか。
この程度の障害超えられなくてどうする。もう一回やってみるか。でもアルシーブであることは大前提でいいと思うんだが、アルシーブがあんな打たれ弱いとは。全部アルシーブに耐え頑張っていこうか。ためて我慢するしかないな。よっしゃ来い。盛り上がってきたな。今が攻める時。ギチ上がんだよな。私が決めちゃってもいいかな。さあよく見とけ。伊達にいたずらしてないのよね。多分ほとんどダメージ今が攻める時与えられないと思っていた方がいい。まだ耐えられるぞ。私が援護するぞ。さあよく見とけ。ここで交代。私の前に立ちはだかるのは自分の仕事を全うするだけだ。この程度立つことすらできないとは。我が剣の旅となるがいい。ほら、もう痛いよ。お前ならできる。信じている。こんなお味はいかが。もういい。あとは任せた。かくいけ。まあまあだな。これが筆頭神官の力だ。今日の部活テーマよっと。マジか。あるところ闇は闇ばかり。遅い。光現れるこの手で。ルナティックミーティア。一回数少ないよな。全てはソラ様のために。名前妖精はすごい。いけ！うわ！ほら！うわ！先にやれちゃうもんな。ほい。このあと回復がおぼつかなくなる。笑わせるのは得意だよ。ゆず待て。全然ダメだ。こいつで決まった。回復しない。やばい、もう立てない。回復を間に合わなかった。ギリギリ盛り上がってきたな。助けて。うん、覚えておる。申し訳ない。私としたことが。もうちょっとだったな力は。この程度の障害超えられ。少しありがとう。助かった。多分もうちょっと工夫すれば勝てるんじゃないかなとは思いますが。行ってみるか。開きますよ。お、なんか来る。星読んだな。どうしようか。これ初登場ですね。お、来た。星5だ。学園生活部注目です。ん、いや、さくら
ワンダー学校暮らしばっかりだな。学校暮らししか出ないやん。はじめまして、大城あかりです。ビーチバレー部に所属してます。こちらではアルケミストとして皆さんをバッチリサポートさせていただきますね。どうしてこんな。だって私はもう。すごかったです。すごかった。次回も頑張ります。はい、ということでおそらくこれで終わりかと思います。よろしければチャンネル登録、高評価などお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、ということで、以後はエクストラということで、朝は鍵の手入れをして、あとはトレードですね。早朝早起きは三文の徳。今のおすすめ。1222を持ってんだ。ん？手袋って何？これが結構交換できるってことか。とはいえ最大交渉成立、最大しか交換できないけどな。交渉成立。交渉成立。交渉成立。今のおすすめ。お茶はなかなか豪華ですね。アップには足りないけどな。交渉成立。どうせなんとかの星結晶には足りないからな。交渉成立。フル。交渉成立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 。こっちは今だけ。今のおすすめ。43だろう。三文の徳。また来い。修行の成果が現れ
お、進化できる。エロい。強くなったみたい。何かが強くなった。かっこいいミシン。お願いで、あなたとても優しい。私嬉しい。みんなハッピー。はい、ということで、あっで、ランク50が近くについてきましたね。商売も戦闘。とんでん鑑定やってますが、キララポイントは結構たまったから、朝は鍵の手トレード。早朝、いつものか。あ、戦士の星化粧が交換できる。30なんでギリギリですね。これ選ばないといけないよな。魔法使いだったよな。魔法使いだったはず。交渉成立。戦士の果実がない。交渉成立。僧侶の果実。交渉成立。スポミの方は貝強い。でかいんだよな。交渉成立。どっちだったっけ。果実の方がでかいのか。交渉成立。交渉成立。交渉成立。1個なんか持ってるな。コミュカードで使っちゃえばいいな。交渉成立。あとは召喚チケットとかいろいろあるけど、魔力の実ってなんだ。交渉成立。で持ってんだよな。一個だけだからな。どうかしら。これで多分進化できんじゃなかったかな。あれ無理。まだダメなんだ。お金が足りない。お金を稼がないとダメでした。上限突破。そうか、まだ進化としては足りないんだ。限界突破が最大ではないんで、まず先に限界突破を行わないといけない。私すっごくついてるよ。ようやく上げることができた。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。